すごい感じが。ちょっとご飯を、あ、え、ちょっとご飯を食べながら配信します。すいません、最近はながら配信が多くて良くないですよね。母さん、フラペちゃんさん、ありがとう。やすた、ありがとう、毎日やすたって言ってくれて。でも聞いてください、なんかやすたの、やすたんで、本当にやすたんです。私はやすたんですけど、なんかね、エクボがなくなったんですよ。え、あ、これこの前話したよ、なんかもういいや、話したわ。この前雨だったの？レッスン疲れたけど楽しいよ。25日楽しみだよ。クロリンさん、リンさん、ありがとう。お疲れ様ね。お話し会さん、待ってます。お話し会。ちょっとお腹すいたので、今日あんま食べてないの。朝納豆食べてから何も食べてないレッスンで、そのままで。あ、リンゴも食べた。で、コンビニのこのハンバーグのドリアみたいなのを食べるけど、ちょっと暑くて猫舌なので一回待ってます。暑いんです。あともう、このね、この疲労感軽減っていう言葉につられて買ってみたそう、今日も草可愛くないよ。うん、うん、こぼしちゃったやっほープリン。レッスン楽しい。エビ様、東さん、ありがとう。パピアピさん、ありがとう。みさまありがとう。タッカーありがとう。ジタンジタン。タッくん、つねさんありがとう。つねさん、バラありがとう。この前エクボ話したじゃん。そう、痩せたんだけどね。痩せたんだけどなくなったよって話だよ。ヒジサートありがとう。エクボいりますよ。お話し会再販オンラインポジ、ありがとう。おすすめは、ちょっと一回これ飲む。おすすめは10月のやつです。10代ラスト10代の日のお話し会。なんかレモンでも、これなんかちょっと、あ、いや美味しいですけど、なんかさ、グーってなる。そう、10月27のオンライン、ちょっと暑い、本当に暑くて。でもやっぱ熱々が美味しいけどね。わあ、美味しそう。中にチーズが入ってる。いいんですか、こんなもん食べちゃっても。いただきます。